お前頭かすってる、かすってる、かすってる。ちょっと待って、プレイバック。おお、ナイスプレイバック。壊れる。これが冷静ってことか。冷静の呼吸だわ。冷静柱になるわ今から。ああ、そこら中散らかり放題。そうだよ、お前が片付けるんだよ。いつからこんな状態に。随分と前からですね。タオルとか本とか荷物だったかな確か。どこから片付ければいいのやら。大城さん、このホテル一人で切り盛りしてるんですか。マテニ様のおっしゃる通りだ。こんなに散らかっていてはとても一人じゃ片付けられない。絶妙に噛み合わない話。ああ、もうおしまいだ。いや、そういう意味じゃなくて、大城さん、ちょっと一回深呼吸しましょうか。大丈夫、ちゃっちゃとお掃除すれば片付きますよ。まあ、ちゃっちゃととはいかないかもしれないけど、マドニーちゃん可愛いな。私も手伝いますから。ええ子や。なんと優しい。でも無駄ですよ。お前、そこは頑張れよ。どうやったって片付きはしませんよ。お前、そこで頭抱えてるぐらいだったら、何かしらできることがまずあるんじゃないの。はい、パンダと一緒にアイス食ってきました。休憩終わりです。次行きましょう。あいつを取ってから左下に戻ってくる感じですね。ここからまず降りてから、ジャンプ、ダッシュ、ジャンプ、戻って、ここでしょ。で、ここから、こう行って、待って、落ちそう。上がるやん。で、こっちに飛んで、ついね。こっち側にダッシュ。で、ここに着地、素晴らしい。で、ここはね、落ち着いていこう。待って、上戻らなくていい。オッケー。直接ホールインワン。でー、わかんないよ。こうい、いや、待って。こういって、こう、こんな感じ。はい。ね。あ、こういうことじゃね、これ。だから、このタイミングで降りて、このタイミングで行く。で、降りる、惜しい。これだ、これだ、わかった。いいかいい。のすけまる大好きさ、誰？この辺で、こうで、こうで、で、これすぐ降りるね。はいはいはい。楽勝すぎて、もはや楽勝。よし。とりあえず上がりましょうか。待って。よし、一回ここまで行こう。なんならこれ、まっすぐ降りたらいいじゃん。ね。違うな、ここだな。うわ、頭かすってる、逃げる。うわ、危ない。そしてこっちは1号いらない。帰る。下か、オッケー。で、一回下まで降りるやん。で、ここはなんか頑張って突撃すればよくない。あ、ちょっと待って。僕らはいつも一心伝心。二人の距離つなぐテレパシー。僕ら、え、まあ、いけたから結局いいんだよ、なんでも。おほう、風を聞いて大地ゲーて、君の中に光とも、ドキ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 、君の愛バグ、やっさー、ホーリーラブ。あー、無駄に疲れた。はいはいはい、よしよし、一個片付け完了です。オーデッセイ、オーデッセイ、ジャンプからの下ダッシュ。よっしゃ、一個片付いた。ナイス。まだ片付けを始めてもいないのに、早速心が軽くなってまいりましたよ。僕が片付けてるんだよ。これぞまさにポジティブ思考の力。ポジティブ大事。っていうか、私が少し片付けてあげたんです。あ、さようでございましたが、ありがとうございます、マドリン様。ですが、そういったことは従業員がいたしますので、マドリン様はどうかゆっくりおくつろぎください。だから、バカだね、大城くん。この人帰っちゃうよ。お客様はホテルに宿泊中に掃除なんてしたくないでしょ。大丈夫ですか。もちろん。当ホテルより高級なホテルはこの世のどこにもございません。確かにな、あの世だもんな、ここ。いつの間にこんなに問題が山積みになってしまったんだ。いやー、問題ってのはね、得てして山積みになるものなんですよ。さあ、次。あーはーん。こっからですね。もうとりあえずここまではいいじゃん。で、こっから、もう左にダッシュでよくて、上登って、じゃあ、よく右にピョン。問題なし。何も問題ありません。システムオールグリーンです。ちょっと待って、プレイバック。おー、ナイスプレイバック。ちょっと待って、プレイバック。あの、下にあるのがね、クリスタルハートってやつなんですけど、あれ集めるのがね、またベラポーにこれが難しいんですよね、お客さん。オッケー。で、まだね、まだそんな難しくない。上がって、右にダッシュしていけばいいね。右上にダッシュで上がれるよ。上がったね、素晴らしい。よ、べっぴんさん。何が、マドリンちゃんが。ここは一回上にダッシュしてからぴょんぴょんだね。壁キック2回。完璧。上手すぎて、笑いが自然と溢れ出てくるようだよ。はは。あ、出ないわ。まず壁捕まるじゃん。で、こっち行って、
で、こっちにジャンプしてダッシュするやん。上がってこっちにジャンプするやん。で、こっち側に思いっきりジャンプしてダッシュするやん。で、最後に、ここ冷静になるとちょっと、自分でちょっと嫌になってきた。こうで、上に上がって左、オッケー、オッケー。はい。よいしょ。どんどん行きましょう。サク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 。大城さん、だいぶ片付いてきましたね。そろそろ出口案内してもらってもいいですか？あくまでも出ていきたい、マデリちゃん。ですが、まだ当ホテルの最高級のおもてなしをほとんどお楽しみいただいておりませんよ。お話の続きは、掃除が終わってから伺いましょう。ああ、忙しい忙しい。お前は何もしてないんだよ。だが、近頃の若い連中は厚かしましもにほど、ばばばばばば。どっちが？ああ、厚かましくなっちゃいけませんね。右側行きましょう。お、セオくんがいる。ほい。セオくん、何してんの？あの、すみません。あなたもここに滞在中ですか？俺、そっか、喋ってないからこういうイベントになるんだ。セオくんです。インスタグラマーの彼です。おう、よかった。俺以外にも人がいたよ。ここ、どう見てもやばいでしょ。確かにちょっと普通じゃないですよね。ああ、なんか、他人行儀だな。あ、私、マデリンって言います。逆に新鮮。みんなには伝わんないと思うけど、テントとかのイベントこなしてると、ここ、こんなに慣れ慣れしい、もっと慣れ慣れしいんだよね。ああ、俺はセオ。ポーラだの、ミステリーだの、大好物なんだけど、さすがにここはやばすぎる。大城さんには会った？あの人の力になってあげた方がいいような気がする。いや、優しいね、マデリンちゃんは。どう見ても怪しいでしょ、あのおっさん。きっと今頃俺たちの死体を隠す場所を用意してるよ。幽霊のお城さん、俺はこの通気口から逃げる。冷たい風が吹き込んでくるから、きっと外に繋がってる。マデリンも行こう。お城さんはいろいろ問題を抱えてるみたいだけど、私たちに被害を加えるとは思えないな。散らかったものが片付けば問題は解決すると思う。人生そううまくいかないもんなんですよ。私は手伝ってあげたい。優しすぎる。マデリン、それは真実って結構だけど、危険だよ。おう、パリコン。今はひとまず脱出して専門家呼んだ方がいい。やばいおっさん対応の専門家をさ。ちょっとアメリカンジョークっぽくで好き。俺たちは手に負えないよ。でも話せばきっと分かってもらえると思う。足がプルプルしてる。やば。せいは先に行ってて、後から追いかけるから。待って、プルプルする。俺の妹より頑固だな。妹は世界一の頑固者だと思ってたけど。じゃあ、くれぐれも気をつけて。うん、ありがとう。あなた後でね。腰も痛い。全身痛い。運動不足ってつらい。ちなみに、この上にハートがあります。一応ここにハートがあるんですけど、こいつのせいでいけません。さあ行きましょう。タイミングゲーだからね、こんなの。結局こういうのね、止まらず行った方がいいって相場が決まってるもんなんだよね。ゆっくり行こう。ちょっと待つ。こう行って、こう行って、こうで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 、こう。お、天才。あまりにも天才すぎて全米が天才したわ今。ここもね、正直ね、いける。絶対絶対いける。ここ捕まってけいいんだもん。これでいいもん。待って、あー、余計なことした。あの羽根付きイチゴが目に入ってしまった。あんないらないのに。ここからこうでしょ。で、こうしてこうしょ。で、このタイミングこうしてこうしょ。で、このタイミングで、こうしてこうしょ。で、こっちにいるよ。オッケー、後ろ後ろ。で、そっち行け。うん、入ってる、オッケー。日に日に上達しちゃう。健康になっちゃう。こっち行って、こっち行くじゃん。うわー、待って。これはね、こうして。壁キック。待って、壁キックってどうやって入れんの？壁キックの威力自体を忘れた。こうだよね。あれ？ん？左押しっぱなしにして、もう気持ち早めにここで押す。こんな感じ、こんな感じ。気持ち早めに押して、こっち行って、こうで。こう、よけた。痛い。太もも壊れる。一発で決めちゃいたいけど、これむずい。一回ダッシュ行って壁捕まろうか。待ってー。こうだな、右から壁切って。トーン。オッケー、こう、行くよ。これで、タルタルタラツンタッタ。はい、こう。で、謎リズム。やっぱリズムゲーだな、これ。リズムゲーの覚えゲーの音ゲー。よし、こうやってこうでしょ。で、ここジャンプするじゃん。で、ここジャンプして真上にダッシュするじゃん。おっ、待って、いけると思うんじゃん。待って、これは死ねない。まっすぐ降りるだけよ、こんなん。あ、危ない。あ、今のやばい。掴み入れてないです。よいしょ。いいよ、ここは冷静に。上がるだけ。ここ登るだけ。で、こっち降りるだけ。で、待って、もう一回待って。ここ上がって、いける。運ゲー。今のはあまりに運ゲー。あいつが上がったタイミングで登って、ここでジャンプして、なんか運ゲー。よし。運だけで生きてる男、青夏社でございます。清き一票をぜひこの青夏社にお願いします。チャンネル登録、高評価、マイリスト。何でもいいです。もうください。お願いします。
マジで疲れるんですこれ。よっしゃ帰ってきた。よいしょ、鍵取って、あれ鍵開けるじゃん。次へレッツゴーですよ。あー、やっといらっしゃいましたか。どうもアデニーさんはフラットどこかへ行くのがお好きなようで。てめえのせいだからな。散らかってたの全部片付けましたよ。すごく大変でしたけど、本当に肉体労働でした。セレセホテルを代表してマデリン様にお礼申し上げます。もっとも片付けなんて従業員だけでどうにもなりましたが、あのさ、僕さ、ちょっとさ、あのこういうやつほんと嫌いでさ、なんか絶対失敗すると思うからさ、頑張って失敗しないように手を貸してあげてるのにさ、いやなんか結局成功してさ、ほら私は間違ってなかったでしょみたいに言い直るやつ、開き直ってくるやつ、お前のことだからな。もうマジであのあれだよ、あの見返した方がいいよ、自分の行動、帰り身を反省ね。どの口が言う、あーなんていう屈辱だ。朝大きい部屋を見るのが待ちきれないでしょう。エレベーターで上がって廊下を進んだ先でございますので。わかりましたよ、見ればいいんでしょ。プレジデンシャルスイート案内してくださいよ。さぞかし素敵な部屋なんでしょうね。ああなんで最後のチャンスだぞ、おしろくん。ここで逃げられたら元も子もないからな。頑張りましょう。さあ出たよ、エレベーター登らないといけないのか。ここから登るには壁キックが必須なんだけど、いや待って本当にわかんない。登るやん、登ってこっち行く、こっち行くやん、そういうことない。何がだらだら、こう行ってこう行ってこう行ってこう行くやん、でこう行ってこう行ってこう行くやん、でこう行ってて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 て。いやー参った参った、まるで迷路だなこりゃ。どう、キモンスター君はどんな様子。散らかり放題だった部屋を片付けてあげたのに、なんだか態度がムカつくっていうか。やっぱりね、なんかしてもらった時は素直にありがとうと感謝の言葉を皆さん伝えましょう。しかもまだ客として引き止めようとしてるし。いいかまでによく聞けよ、ほんと悪い予感しかしないから、君も早く逃げた方がいいって。今私がいなくなったらお城さんは壊れちゃうよ。ここまで他人のね心配ができますか皆さん。僕はできないです。一度くらいは困ってる人を見て見ぬふりしないで助けてあげたいの。無駄だって、ここは心を鬼にするべきだよ。何をやったってあのおっさんはいずれ壊れる。今は自分の身の安全を考えた方がいい。せよ私は大丈夫だから。まあ言っても無駄だと思ったよ。そんじゃ脱獄できたら外で会おうぜ。いやーいいっすね、瀬尾くん、やっぱいいキャラしてます。ああー落ちます。で待ってよ、よいしょ。あーダメですね、こっち行って。惜しい惜しい。こうしてこうしてこうしよう、でこうしてこうやろ、でこっから同じことすればいい、こうしてこうしよう、でこうしてこうしよう、でこうしてこうしよう。もう僕のセンスにもう何も言えない。でここ長いとこだな確か。頑張ります。もうここはイチゴ取らなきゃそんな難しくなかったはず。このイチゴ取ろうとするとマジで地獄みたいになるけど。あーやだ、ネズミ返し構造してる。上飛んで、でこっち行ってピョンで真上でこっち行くじゃん。で同じことをもう一回やるじゃん。でここ真横入れて右入れて左ね、真横にこれ入れるじゃん。惜しい、もうちょっと奥からだったね。頑張ろう次、こうやってこうやってこうやってこうですね。降りれない、で飛んでこういってこうですね、ピョン。はい、で一瞬じゃん、はいこう、いや落ち着け。あこういうのもうね、冷静さが感じ、もう冷静実況、もうこうやってこうやってこうでしょ。はいこれね、ほらもう冷静に死ねるから、そうしたらもう何一つ慌てる必要ない。もうこうやってジャンプして、ほらね、冷静になる、冷静になればこの間だってこうやってすり抜けれるし、ここもねジャンプして真上に出しするだけなんよ。でこれ同じこと2回繰り返すだからできないわけだよね。ほらもう冷静、もう冷やしパスタ、冷やしパスタ、冷やし中華、うん、だからここがね、もう今のはもうしょうがない。はーい死んで今度行こう。じゃもうほらね、平常心がね、もう全てのねコツで、飛び込んでこっち行ったらこういってこうなんよね。ほら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 、もうほぼできてる。もう今全てに対しても怒りの感情でいっぱいだもん。冷静、これが冷静ってことか。冷静の呼吸だわ、冷静柱になるわ今から。ほいほーい、ほら冷静、おでこう、はーい、オッケーオッケー。飛び込んで左じゃん、なんで左っつってんのに左が出ないの。飛び込んでこっちってこうでこう、まあもう怒ってないから、逃げる早めに、オッケー。フェードアウトしながらですよ、皆さん見てました。もう一回僕の右下見といてください。でここで死んだらマジでシャレにならん。待ってよ、絶対にここ死ねない。待って、はい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 
はい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 、皆さん、はい皆さん、ピースですよ、ピース。見えますか？指を1本2本立てると、これがピースです。喜びを意味しています。よし、こっからこう飛んで、こうして、こうして、こう、ああ、惜しい惜しい惜しい。おいおい、あ、終わった。まだまだ落ち着いて、冷静に。おー、冷静すぎた。取って、このまま左行くじゃん。で、同じことする。今度こっちゃー、こっからあいつが上に行った時にこっち行くじゃん。で、こう行って、こう行くやん。で、こっち捕まるやん。で、で、で、これジャンプしてこっち行くやん。で、ここ壁キック、壁キック、壁キック。あーあー、よしよしよし、大城さん、いいかよ大城くん、これが本当に最後のチャンスだ。ダメだね、もう正気はない。家に掃除、客に掃除させるので言語道断だ。その通り、彼女は泊まりっこない。現実受け入れられないんだね、大城さん。大丈夫、まだ帰ってこないってことはまだチャンスがあるってことだ。プレジデンシャルスイートを見せるんだ。見れば絶対泊まりたくなる。ああ、さあ、しっかりやるよ、お城くん。彼の黒い成分がもやもやとして、ああ、僕の壁となってしまう。さあ、回り道する気ないのか。ああ、マデリン様、やっといらっしゃいましたね。さあ、早くこちらへ。お部屋すぐそこです。君のその心の壁のせいで進めないんだが、AD フィールドか。さて、なんかすんげえ早いする。